天草市選挙管理委員会は有権者6人に投票用紙を二重に交付した可能性があると発表しました。昨日昼過ぎ、本土北小体育館の投票所で入場券と投票用紙の残りの数を照合した際、小選挙区の投票用紙が6枚足りなかったということです。小選挙区の投票を終えた有権者が比例区と誤って再び小選挙区の窓口を訪れ、二重に交付されたとみられます。この6票は有効投票になる可能性があるということです。また菊池市選挙管理委員会では投票者数に不在者投票96人分を二重に計上するトラブルがあり、票の確定が予定より1時間遅れました。